分担は柑橘類の一種である。標準和名はザボン。ザンボア、ボンタン、ジャボンとも呼ばれる。原生地は東南アジア、中国南部、台湾など。日本には1688年から1780年の間に伝来したとされる。一説では関東と長崎を行き来する。 貿易船が難破して、アクネに漂着し、船長の社分担から救助のお礼に送られたという。日本伝来の地は、鹿児島県のアクネ市とされ、生産量も多いことなどから1971年に、市の木に制定されている。一方、琉球の書物、質問本像には、分担の趣旨を、石膏の船から得たという記述がある。インドシナや、 マレ半島に広がりながら、種類を増やし、西へは、ポメロの名で伝わり、東へは中国から、台湾や沖縄、鹿児島へ、ユズやザボン、文丹などの名で伝わったものと考えられている。文丹の名に関しては、戦術の船長の社文丹から、来ているという説がある。難破した、貿易船手である、社文丹という人名の徴収語を読みにちなむという、 果肉が淡い黄色の品種を、文旦、果肉が赤い品種を、シャフ,フミと呼び分けたとも言われる。別の説では、中国の文という名の役者の家に美味しい実のなる木があり、当時は役者を炭と言ったことから、その木を文旦と呼ぶようになったという説もある。ザボンの読みに関しては、正論でジャムボルと呼ばれた文旦の実を、ポルトガル人がザムボアと呼んでおり、 それが日本に伝わったとする説がある。1709年の大和本草にはザボンとあり、筑前ではザンボ、土州ではジャボ、京市ではジャガタラユーズと呼ばれているとする。また、1803年の十州本草項目啓蒙では、九州ではザンボ、余州ではザンボを、日州では遠く年母と呼んでいるとしている。1712年の 和漢三サイズエではユズには二種あり、大きなものの方はザボンとも呼ぶとしている。また、ジャガタラユズはジャカルタから伝わった文章の禁煙種で、シシユズのこととも言われている。現代の中国語では一般にユズ、ヨウズと呼ぶ。なお、英語のポメロの語源はインドネシアのポンペルムス村とされ、フランスではパンプルムス、イタリアではポンペルモと呼ぶ。 分担の木は3メートルほどまでに育ち、その果実は品種により直径15から25センチメートル、重さ500グラムから2キログラムまで様々な大きさに育つ。果実の果皮は黄色。果皮の内側の白いスポンジ状のアルベドの部分は2センチメートル程度の厚みがあり、これを取り去ると大きさは半分くらいになる。果肉は果汁が少ないが、 独特の甘みと風味を持つ。なお、果実の収穫は年末頃に行われることが多いが、採取したては、酸味が強すぎるので、数ヶ月間貯蔵して、酸味を減らした後に出荷される。分担は、マンダリンオレンジや、シトロンなどと並ぶ、未完族の交雑種ではない新生の種の一つである。分担は、自然交雑。 人為的荒廃により、いろいろな品種を生み出しており、グレープフルーツ夏みかん発作などは、分担の流れを組んでいる。分担そのものも品種が多く、西日本では、いろいろな分担が栽培されている。日本における2010年の収穫量は9719トンで、あり、そのうち、約90%が、高知県において生産されている。 果実は生食のほか、ベトナム、カンボジア、太陽国では果肉を、あえ物の素材とする。加工食品の原料としても用いられ、皮や果肉を用いた砂糖漬け、マーマレード、ボンタイアメなどは有名。近年、香港で流行している、デザート用時間炉は、マンゴーと砂でニューズを主原料にして作られる。火皮には、ナリンギンなどのフラボノイドやリモネン。 ベータミルセンが多く含まれ、中国において、光7つ目、光5つ目などと称し、生薬としても利用される。特に、カシューゆずの花皮は、もう立花くれないと呼ばれる。いずれも、皮の内側を剥ぎ、乾燥させた上で、咳止めなどの喉の薬、食欲不振の改善などに用いられる。外皮には、シトラール、リモネン、リナロールなど柑橘類に、 共通の揮発成分を含むほか、特異的な後期成分として、ノートカトンを含む。ノートカトンは、グレープフルーツや夏みかん等の分担からの、交雑種にのみ含まれる成分である。皮には他に参照と同じく、舌にしびれを感じさせる絡み成分参照オールも、含んでいる。土佐分担さでニューズ。ありがとうございます。